美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは汎用か。よく顔を見せよ。うん、初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい知って、父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派にいかれたのであろうな。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。敵か。何、ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。
寸縁さんに栄えしよくやった。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。六助信長に伝え、新しき世の先駆けとなれ。宵の覚めぬうちに。すげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。暖かい。藤吉郎、教場へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。またさ、ここで何を。知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前が孤独か。ようやく見つけたぞ。
俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。よし、あれだ、俺に任せろ。怖い、かなり怖い。頼んだぞ。よしよし。木を切るなら任せろだとよ。はあ。皆も戻ってきたみたいだ。何これ。言ったろ、ムミオ、これが藤吉郎流、殺さずにして勝つ。無害なあやかしもいるんだよな、秀之助。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。一晩あれば十分だろう。ごめん。半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうが。ですがあいにく私は病の身に、何もお役には立てませぬ。この力、もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬが、お世話させてもらいますの。いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この日滅びようと最後までお使いいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。
終わったよね。どうしたの？浮かない顔して。おーい！霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。